こんにちは、国分寺にあります学部地や、受難画坊2代目店主長谷川です。今ですね、ここにちっちゃい窓見えてると思うんですけど、ここは多摩霊園なんですよ。で、今日がですね、2017年の6月18日の日曜日なんですけども、父の日なんですね。はい。で、なんか、たまれん、たまたまちょっと仕事で今通ったんですけど、なんか今日人多いなぁ、お墓参りの人多いなぁと思ったら、父の日だからですかね。非常に、お墓参りしてる人多いですね。うん。やっぱ父の日だからお墓参り行こうっていう人多いんでしょうね。はい。で、私の父は、今ちょっとね、介護施設の方でお世話になってますんで、まあ、昨日顔出したんですけど、もしね、時間あれば今日もちょっと顔出してみようかなと思います。はい。これからちょっとまたお客さんのとこにね、行かなきゃいけないんで、引き続き行ってみたいと思います。はい。一応ですね。次男画坊。はい。国分寺市学部地で検索していただくと、うちのホームページ出てくると思います。ね、お急ぎの方、電話番号、こちらに書いてありますんで、もしよかったらお問い合わせの電話とかね、いただければと思います。はい、次男画坊の長谷川でした。ありがとうございました。